土浦町は、茨城県の南部、新張郡にあった町。現在の土浦市の主要部にあたる。現在の土浦市は1940年に、新設合併によって誕生したものであり、本町とは異なる自治体である。新張郡役所が所在する。明治43年、洪水発生。明治44年、帝国在京軍人会土浦文化へ発足。大正後期。 眉取引拡挙を提出。大正15年、土浦県兵分体開設。昭和4年、土浦商工会発足。昭和7年、川口川上流部埋め立て開始。昭和11年、土浦駅を軍艦型に改装。昭和13年6月、桜川が氾濫市町内の9割以上が床上浸水する。耐水約1ヶ月に及ぶ。昭和年、 再び大洪水に襲われる。東西約2 4キロメートル、南北約1 6キロメートル。東に霞ヶ浦を望み、南を桜川で隔てられる。低地が多くおおむね平坦である。中心市街には商家が密集する。地として17町。内西町。明治11年土浦城、本丸跡に設置された。前川町。 現在の土浦市中央二丁目、筑波銀行本店が役場跡である。半時後、検時に、初期十など、計三十八名。本町。書前には全庁を見渡せる、日の宮蔵があった。昭和十二年、立田城移転。内西町。新井張郡内の国税事務を一手に司る。内西町。明治五年、土浦郵便取扱所として開設。 うちに市長。明治21年設置。土浦幼稚園の業に適する田畑は非常に少ない。水産は霞ヶ浦のエビ、若ギ、白魚など、眉の集産も盛んである。南北に国道が貫通、その田尾小道が縦横に走る。鉄道は上の平間にあって、土浦停車場あり。水運は稲敷、沢原、銚子に。 気仙便を要要するる水陸の要所である土浦駅、虫がかり駅間に、真鍋駅が所在。廃駅後は1959年に新土浦駅、開設。朝日丸木線所が、土浦沢原、大船熱を、調子気線会社が、土浦調子を往復営業し、明治大正期における、古城交通の期間を成した。土浦沢原間は、土浦、沖宿、木原、 牛渡、雄川、白崎、井上、五丁伝、橋門、麻生、牛堀、荒川、沢原の各発着所を結んだ。昭和7年の土浦発着バス路線と経営会社である。ありがとうございます。